皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。本日ですね、また少年革命家ユタポンチャンネルでですね、10月21日に、出されました動画でですねアンチは、不登校でも生きられると知れっていうね、まあどうでしょうか、その不登校をねこの、売りにしてるというと変ですけどもね、本当にそのユタポンと不登校っていうのはね、ワンセットで語られることが多いというね人がその、それをね否定的にね、見解を示す、そういったね、アンチの人に対してね不登校でも生きられると知れということでね、この動画ね出されましたよということで、19分43秒のね、そこそこの尺の動画ですけども、これでですね、リンク先は画面中央とかですね、説明欄の方にねちょっと貼っときたいなと思うんですけども、要はこの支援者の方もね、その不登校で、さらにですね、中学を卒業して、その後社会人にすぐなりましたよということでね、それでもね、自分も幸せだし、またね、自分の、その知り合いもね、そうやって不登校でもね、ちゃんと家庭持ってね、幸せですよということでね、そういったことをね、知ってほしかったみたいなことでね、ユタポンね、こうね、面白いことしてるなっていうようなね、ことで支援をされましたという、そのいろいろねその支援者のところでね、本当にこう自然の中でね、いろんなこう生活の仕方というかね、いろんなものを学ばれたというようなね動画の内容になってまして、結構ほのぼの系なのかなともね思うんですけど、動画のところどころに実はですね結構ユタポンのこの本質をつくような発言があったりとかするんで、ちょっと面白いんでね、解説してみたいと思います。まずですねこれユタポンの支援者の方がおっしゃるように必ずしもね不登校イコール不幸ではないっていうのはね私もね、賛同しますと。それはどうしてかっていうと学歴だとかね、あるいは働いてる、会社だとか組織だとか、そういうこととまたね別個のところで、幸せになれるっていうのはね人間やっぱあるんですよね。で考え方もあるし価値観もあるし、あとやっぱり、大人になっていく中でねいろんなことをねやっぱり見聞きしていく中でね、いろんな考え方に触れていってっていうことでね、本当に何が幸せかなんて本当に、誰にも分かんないし、その人が幸せだと思えばそれが幸せだったりするんでね。だからその誰かが作った基準とかルールで全部を語ってしまうっていうのも確かにね、おかしいっちゃおかしい話だと思いますと。でですね、ただこうね、ユタポンは炎上させるのは得意だみたいなねコメントがですね、その支援者の方からありまして、こうね、なんていうんですかね、こう お風呂のお湯をね沸かすのに火をつけるのを作業の時にね、そういうねお話をされてたんですけども、これ結構本質ついてるなって思うんですよね。ユタポンの、不登校だとか義務教育にも通わないで、なんていうか、動画で遊んでるように見えるっていうんですかね、そういう YouTube のね、活動してるのはいかがなものかっていうことの、本当に裏側にですね、結局その、アンチを増やす言動、行動、態度みたいなね、ものがね、かなりの要素含まれてるなっていうのがあります。これがね、炎上をさせるのが得意だっていう言葉とね、うまく結びついたなと私は思いますけども、結局ユタポンの場合、バイクの件もねそうだし、あとはアルコールの件でもそうでしたけども、自分の非を認めないっていうね、そういう、態度に、終始してると思うんですけど、これって不登校とあんま関係ないですよね。その人の人間性だと思うんですよ。だから確かにそう考えれば、非常にプライドが高くて、
その人からダメ出しされたら、あるいはね批判されたらすぐにね、劣化のごとく起こるような、まあね、あの心の狭いね人もいると思うし、逆にね、そういったことをねに対して、まあ応用に構えるというかね、まあ、あの別に、そんな過敏に反応しませんよみたいなね人間性の方もいらっしゃって、これはまあ学歴とは関係ないのかなっていうのは当然だと私は思いますけども、だからユタボンも、まあ、とどのつまりなんですけど、批判されてるっていうのは不登校で、YouTube 活動して、まあ、その学校にも行かず遊んでるように見えるっていうことに対して批判はされてるんだけども、そういう批判の声多いんですけど、やっぱ根本的にはその人を不快にすることが非常に得意というか、まあ、意識しているのか無意識なのかちょっとね、両方なのかそこら辺は分かりかねる部分もあるんですけども、なんか見ててねこういう人をこう不愉快にするような、まあ、そういったね動画の作り方とか構成の仕方みたいなのをね、やっぱこう視聴者の人に伝わってしまってるんじゃないかな、まあ、こちらの方が大きいと思いますね、うん、だから不登校でも生きられると知れってこうねアンチはっていうことでね、アンチという一括りにして、まあ、極端な一般化ですねこれもね、まあ本当にあのどうなんでしょうか、まあ、あの学校行ってる行ってないじゃなくて、こうやって人をねなんかあの自分の価値観でこうだって決めたことを正しいと思ってしまう、まあ、その本当にちょっとねパーソナリティに問題があるんじゃないんですかみたいなところこそね、ユタボンは、知ってほしいなっていうふうに逆に思いますね、まあ、ユタボンが仮に知っていたとしても、まあ、その親の、ね、顔色を伺ってやってるみたいなね、そういう可能性もないとも言えないんですけども、少なくてもあのこれで動画撮影してるユタボンパパがねこれをアップロードしたっていうことは、ユタボンパパの、意向に沿う、まあ、動画でありますよということになりますと、やっぱりね、まあまあ、親はね、うん、自分が正しい相手が間違ってるみたいなことに、まあ、凝り固まった考え方してるのかなと、それでそれが、まあ、少なくともユタボンにもねこう何らかの、まあ、影響を与えてるっていうふうにね考えるのが普通かと思います。ただですね、本当にあのやっぱ人はね一人では生きていけないんですよね。だからあの自分以外の人とねあの付き合っていく、コミュニケーションを取っていくっていう中で、その学歴とか学校での学びっていうところで、その教科書がね教えてくれない学び、こういったものもねたくさんねやっぱりあの学校では学べたりしますと、もちろん学校じゃないところでも学べるというのはありますけどもね。ですから少なくともあと人とねうまく関わっていくみたいなものとか、あのいろんな意見をね聞いてね、人間性をね、深めていく、成長させていく、まあ、こういったこともね非常に大事なんで、いやそういうことの方が学校でその教科書で学ぶことよりもしかしたら大事なのかなって私なんか思いますけども、まあ、ユタボンもね、ユタボンパパもね、あのこうやってね、あの自分たちに賛同してね、支援してくださる方からね、本当に学んでほしいなっていうふうにね、つくづく思いました。あの後ろ足で砂かけるようなことをしたり、取れ高だって言ってね、支援者に迷惑かけるような動画、こういうものを平気で出すマインド、こういったものはね、あの今一度考えてもらいたい。自分たちの、うん、あの人を不快にするっていうね、その行動をぜひね知っていただいてね、そこの教訓からですね、支援者の人にもね喜んでもらいながらね、視聴者の人にもねあのメッセージ性が高い動画とかね、あの非常にこう学びがある動画みたいなものをね、提供していただければなと思います。まあ少なくともね、あの少しずつしか人間って変わっていけないとは思うんですけども、あの親御さんの方もね、お子さんの方もね、まあ、運命共同体ですからね、まあ、今後またねいろいろ他の支援者のところもあると思うんですけども、まあ、ぜひねいろいろね、頑張っていただければなと思いますね、まあ、本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。